アールベルクトンネル内部2010年の改修工事中に撮影アールベルクトンネルはオーストリアフォアールベルク州のランゲンアムアールベルクとチロル州のサンクトアントンアムアールベルクを結ぶ鉄道トンネルである宗教のアールベルク山地を東西に貫いており1884年に開通した並行するアールベルク道路トンネルと共に フォアールベルク州とオーストリアの他の部分を結ぶ、天候に関わらず利用可能な唯一の陸路である。工事中の西側高校トンネルの建設構想は1866年にまで遡ることができるが、本格化したのはスイスで、コッタルド鉄道トンネルが建設されてからである。1879年、トンネル本体の工事は1880年6月に始まった。 建設には先行するフレジュス鉄道トンネルやゴッタルドトンネルの例を踏まえ、東側では空気圧式の西側では水圧式の削減機が用いられた。この時の工法は今日では旧オーストリアトンネル工法と呼ばれる。トンネルは1883年11月19日に貫通し、予定より1年早く1884年5月末には完成した。 9月20日には皇帝フランツヨーゼフ一世隣席の元開通式が行われた。開通時の全長は1250メートルで、東側高校から約4キロメートルの位置に最高地点があり、同地点を境に東は2パーミル、西は15パーミルの勾配となっている。トンネル前後の取付線には30パーミル以上の急勾配がある。1 9 2四年にはトンネルは、 交流 15KV16.7Hz で電化された。2001年には、サンクト・アントンでのアルペンスキー世界選手権開催に伴う線路の移設のため、トンネルの全長がやや伸びて1648メートルとなった。2004年から2007年にかけて、アールベルク道路トンネルとの間に避難用の連絡トンネルが設けられた。これは千七百メートル間隔で設置され、 距離は最長400メートル、高低差は最大35メートルある。また2005年から2010年にかけては安全性の向上や車両限界の拡大を目的にトンネルの改修工事が行われ、トンネル底の掘り下げやスラブ起動化がなされた。この間一時的にトンネルは単線化された。2011年のダイヤではアールベルクトンネルを経由するレールジェットまたは ユーロシティが2時間間隔で運転されており、ウィーン、ザルツブルク、インスブルックなどとフォアールベルク州のフェルトキルヒや、スイスのチューリッヒを、または、フェルトキルヒから分岐しブレゲンツやドイツのリンダウを、結んでいる。このウィーン・ブレゲンツ間にはこの他にも、BB インターシティがあり、また、ザルツブルクとドイツのミュンスターを、アールベルクトンネル、リンダウ、ブルム経由で結ぶインターシティも1日1。 往復存在する。夜行列車列車としては、以下の3往復のユーロナイトがある。中立日税には、中立日ベオグラード間を直通する客車も、ただし、これは、中立日税とは別の休行列車として運転される、日もある。第一次世界大戦後、オリエント休行のドイツ領内通貨が困難だった、時期には、アールベルクトンネルを利用して、スイス、 オーストリア経由の迂回運転が行われていたことがある。1924年にオリエント急行がドイツ経由に戻った後も、この経路でパリウィーン間にスイスアールベルクウィーン急行が運転された。この列車は1931年からはアールベルクオリエント急行を名乗った。第二次世界大戦による中断を挟み、1962年には 区間短縮の上アールベルク急行と改名された。1991年には季節列車化され、パリからアールベルクトンネルに至る定期列車はなくなった。ただし、観光列車のベニスシンプロンオリエントエクスプレスは、1984年以降、パリとベネツィアの間をアールベルクトンネル経由で走っている。ありがとうございます。